んにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。来週の台風は大丈夫なんかね。はい、今日の動画は、週末まとめ動画ということで、本日25日にこれは出せているのでしょうか、どうなんでしょうか、編集が間に合うのかどうなのかわからない今日この頃でございますけども、本日8月25日ですね、ここから月末までに発売される雑誌付録、そしてムックのご紹介なんですけども、まあそれだけじゃなくって、9月に発売されるやつっていうののちょっとピックアップ、最近ね、情報が出たやつとかね、あとね、9月に発売されるやつで私ちょっと気になるやつがあったりとかするので、そちらもちょっとご紹介していこうかなと思う試みでございます。また雑誌付録や気になるムックなどに関しては、実際購入してみてね、動画にしますので、そちらもよろしければご覧いただけたらと思う感じでございます。ということで早速スタート!皆様お目当ての美容雑誌は購入できましたでしょうか?事前にね、通知をさせていただいたんですけど、なかなか売り切りが多かったっていうね、お話もあったりとかして、私はボーチェ買おうと思って行ってんけど、ボーチェ残々とも売り切れやって、まあ、そんなこともございましたけどもね、まずはこちら8月26日発売となっておりまして、ムック本でございますね。ムーミン旅にも日常にも使える大人のためのトラベルグッズ7点&ポーチセットブックということでございます。いや、100均で揃うやろっていう感じの内容かなと私的にはちょっとね、パッと見思う感じなんですけども、お値段が3289円。まあ、ムーミングッズを揃えるならばっていう感じだと思うんですけども、このムーミンのプリントはされてるよっていう感じやねんけど、内容的にはちょっと100均かなっていうのと、この窓がついてるポーチあるじゃないですか。まあ、可愛らしいんだけど、なかなかね、昔よく出ててんけどね、多分ね、ペチャーってなって、まあ、ムックは入ってるじゃないですか。そこの折りたたみ方によっては、ちょっと扱いがしにくいものではなかろうかと思います。その辺がね、ちょっと写真からも見受けられる感じなので、私的にはちょっと、あまりおすすめはできんかなと若干思うところではございますけどもね。はい、続きましてこちら同じく8月26日発売となっておりまして、こちらもムック本でございます。キングジム、キングファイル60周年記念ガジェットポーチブックということでございます。このね、写真がなんかちょっと可愛らしい感じやねんけど、このポーチの方ね、キングジムくんみたいな、これやのってポーチの方でございます。キングジムファイルはすごく会社員時代にめちゃくちゃ買って使ってましたね、会社でね。こんな分厚いやつね。今から考えたらね、この1冊がものすごい高いんよな。ムックがポーチで3289円という感じで、まあまあまあという感じかな。ちょっとお高めかなとは思いますけどもね。はい、続きましてこちら、8月26日発売となっておりまして、ビッグベイビーでいいんかな?スペシャルブックということで、シートマスク4種類、新作、フロートーンアップクリームサンプルが2枚と、送料無料クーポンということでございます。なるほど、メグベイビーさんっていう方がいらっしゃるのかな?その方がプロデュースされてるブランドのスキンケアアイテムのブック本ということでございます。まあ、1480円っていうお値段は、割とね、安く設定してくれてるんじゃないかなっていう感じでございますね。シートマスク4種類入ってたりとかするし、いろいろクーポンもついてたり、クリームのサンプル2個がついてたりっていうことだったりとかするので、気になる方はまあご購入されても全然いいんじゃないかなと思う感じでございます。はい、続きましてこちら、8月27日発売となっておりまして、犬だトイプードルお部屋ライトブックということでございます。なんかのブランドとかそういうことじゃなくて、トイプードルでございます。値段が3289円やと思ったらやっぱり大人気犬種のトイプードルが可愛いお部屋ライトになりましたということでございますね。まあデザイン的に気に入った方はぜひという感じではあるんですけど、かなりちっこいのかな。まあでも手のひらサイズ、お手乗りサイズな感じではないかなと思います。はい、続きましてこちら同じく8月27日発売となっておりまして、ポリラックマ刺繍入りドレッサーポーチブックとなっております。リラックマグッズ、まあちょっと久々かなっていう感じではあるんですけど、ドレッサーポーチやったら高いんちゃうかな。4000何ぼとかする。ちょっと値段今確認しますけど、お3839円、4000円超えはさすがにせんかったか。でもまあ、普通、3800円でさ、ドレッサーポーチね、普通にポーンって売ってて、買うのって、そこそこのブランドさんのやつしか私やったら買えへんねんけど、まあちょっとお高めかな。まあちょっとファングッズ的なことかなーってちょっと思ったりとかしますけどね。かなりちっちゃめ、横幅17センチやし、それで3800円はちょっと割高。もう、高いしか言われへんねん、ムックって。ごめんな、高い高い言うて、毎回こんな感じになってしまうんですけど、そこは申し訳ございません。鏡もついてるしねっていうことではあるんですけど、まあ、ムックやからね、付録とかよりは、ちょっとモフモフに作ってくれてたり、そのあたりはあるとは思うんだけど、ちょっと高いかな、やっぱりな。はい、続きまして、こちら、8月28日発売となっておりまして、雑誌でございますね。大人ミューズ10月号、付録がですね、サンドイッチハウス、メルヘン、メルル、ポート&ホレサンドイッチポーチということでございます。色合いすごくね、紫で可愛らしい、ふんわりカラーでございますね。で、いいんだけども、このなんかちっこいポーチみたいなのついてるやんか、あれが三角のサンドイッチが2個パコパコって入る感じのものとなっております。このメインのバッグがふにゃふにゃやったらば、ちょっとね、持ち手とかにくっつけたらふにゃってなっちゃう感じ感じやったらちょっと残念かなと思うんですけど、本体のバッグがしっかりした素材だったらまだという感じではありますけどもね。はい、続きましてこちら8月28日発売となっておりまして、フロー10月号通常版でございます。付録がですね、マンハッタンポーテージミッキーマウスコラボ大きな保冷ショッピングバッグということでございます。このコメント欄でね、割と前ご紹介した時にね、このマンハッタンポーテージっていうブランドさんがすごく好きだから、だったらシンプルに作って欲しかったな、ミッキーちゃん大きくついてるから、可愛らしすぎてちょっとなっていう方もちらほらいらっしゃった感じではあるんですけども、ミッキーちゃんついてて可愛らしいは可愛らしいんですけどもね、ただまあ上がなんかチャックで閉まる感じになっている保冷保温バッグということではあるんですけど、この8月末に出すっていうところがですね、もうギリギリかな、さすがに9月号で保冷保温バッグはこの8月末に出すっていうことで、もうちょっと時期的にギリギリかなと私的には思う感じでございますね。9月発売とかでさすがに保冷保温バッグはもうないと思うねんけどね。ただね、これの次月号のグローさんめっちゃ可愛いんですよ。後でご紹介するのでよろしければご覧いただけたらと思う感じでございます。はい、続きましてこちら同じく8月28日発売となっておりまして、フロー10月号増刊版に関しましてはセブンイレブンセブンネットショッピング限定商品となっております。付録がですね、マンハッタンポーテージミッキーマウスコラボお出かけスマホポシェットプラスカード&コイン入れということでございます。このなんかミッキーちゃんがね、こうポケットを覗くとですね、全体がプリントされてたりだとか、なんかそういう可愛らしいポイントっていうのがあったりとかするんですけど、で多分合皮やんね。で2個セットということでまあいいんじゃないかなとは思うんだけど、前もこのセットって出たことがあるんですね。また載ってるブランドさんは違うんだけどミッキーちゃんでね。でスマホポシェット自体があまりその合皮であれそこまで需要が今ってあんまりなかったりとかするので、まあ人によると思うねんけど、それはなんかコメント欄を見させていただく限りはちょっともうええかな、お腹いっぱいかな勢の方がたくさんいらっしゃったりとかするので、うんって思うところではあったりとかすんねんけど、やったらもういっそポーチミニポーチであったりとか、大きいポーチにだんだんでタックいっぱいついてるやつあるやん、カバンの中の仕分けポーチみたいな、厚みはそんなにないけどみたいな、あれ割と好評だったのでそういう形で出しちゃってもよかったんじゃないかなってちょっと思った感じでございます。はい、続きましてこちら同じく8月28日発売となっておりまして、バイラ10月号付録がですね、レスポートサック集英社コラボ茶目っ気たっぷり猫柄ポーチということでございます。こちらこの間ね、Twitter というか X とあとチャンネル登録してくださってる方に多分表示されてるんじゃなかろうかというコミュニティとね、どちらもでご紹介させていただいたんですけど、この集英社さんとレスポートサックさんコラボっていうのがありましてですね、これは猫ちゃん柄なんですけど、猫ちゃん柄も可愛いねんけど、私は割とね、9月に発売されるリーがなんかチェック柄みたいな感じなんですけど、それもなかなか可愛らしいなって思ったんですけどね。そんな感じでレスポートサックコラボっていうのが4冊出るみたいなんで、気になる方はまたそちらもねチェックしてみてくださったらなと思う感じでございます。続きましてこちら8月28日発売となっておりまして、3ポケット&仕切り付き23区キルティングスマホショルダーブックということでございます。お値段3839円っていう感じではあるけども、クレイサスさんでね同じようなデザインで出てましたけど、クレイサスさんの場合は前のポコって出てるポケットのところがチャックだったんですよ。この子はですね、カッチャがついてるんじゃないかな。あ、そうそうそう、こっちの方がね取り出ししやすいと思う。昔ね出た付録でね、この前のポコってついてるポケットみたいなあれやんか、あれだけがミニポーチで金のチェーンでさ、でこういう金具をくるってこう動かす感じのね金具がついてて、ナチュラルビューティーベーシックさんの付録があったんですけど、それ私一生使ってましたけどね、その時ね。その時からね割とカバン2個持ち勢だったので、まあ、デザイン的には可愛らしいし、チャックでこうやってさ前をこうやって開けなあかんよりは金具1個でポコって開く方が使いやすいと思うから、なかなかこちらはいいんじゃなかろうか。なんか歪みとかねそういうのがなければ、あと素材感がきれかったりとかするんであればいいんじゃないかなと私的には思う感じでございますね。はい、続きましてこちら8月28日発売となっておりまして、カニパンカニパンな子供ちっちゃい時ちょっと食べてたことあるけどな、50周年記念ぬいぐるみポーチブックということでございます。このぬいぐるみポーチはどないなっとんのこれ、あ、参考に分かれてる。もう真ん中とかなんか分かれへんや一応くっつくんかな、くっつきそうな感じですけどね。え、カニパンのさ、この中身をねカバンにつけるのはちょっと怖いんですけど、ナチュラルにちょっと怖いんやが、だから中と外身を別々で使えるよ。もうカニパン大好きやっていう方からしたらすごくいいんじゃないかなという感じのグッズとなっておりますけど、カニパンさ、こう妙に分かれてるからさ、カニパンってこう繋がってるやんか、それがこうなんか分かれへんけど3分割できることになってるから、それをこう外につけるとやな、なんか蝶々のぬいぐるみみたいな感じになりますよね。まあカニだけにねなんかねこうふわーってなってるからね、カバンに外付けはちょっと担当の人も若干笑たやろこれこれいけるってなりながらちょっと写真撮ってないカメラマンさんもちょっとおもろいですけどね。はい、続きましてこちら同じく8月28日発売となっておりまして、ブックでございますね。ヤマハ SR400 タンク型 2A バックブックということでございます。タンクの形を模しているのだね。うん、なるほど。まあでもバイク好きやったら、めちゃくちゃにバイク好きやったら、このさ、チャックのところのさ、金具のやつとかさ、そういうのがかっこええって思ったりとかするんじゃなかろうかと思う感じでございますね。まあファングッズな感じかな。バイク乗ったことねえからな、昔、玄ちゃん乗った時に、一発目でこう、ウィーってなってんやんか。ちょっと仕打ちでね、練習で、免許は持ってますよ。その状態で乗ってみた時に、ウィーンってしすぎてやんか。で、ウィーンってなって、もうお前一生やめとけって言われて。そっから乗ってないですけどね。なんでこのさ、車といいさ、バイクといいさ、もうなんか、繊細すぎん？ブレーキとかさ、もう、触れてるか触れてないかぐらいのタッチでいかなあかんやんか。繊細すぎないか。はい、続きましてこちら、8月28日発売となっておりまして、憧れの雑誌常連スタイリスト、長岡みなつさんってお読みするんかながデザインされた、ガバッと開いて中身が見渡せる便利な、おの字オープンリュックブックということでございます。バックパックでございますね。お値段が4378円、割としますね。グローとかインレットの常連のスタイリストさんということでございます。スタイリストさんコラボ意外と高かったりとかするんだよね。しかもね、めっちゃシンプルなんよな。真っ黒黒か。まあ、形が、あと中のね、裏地がっていう感じだとは思うんですけど、あと外にポケットがついてたり、機能性的にはすごくいいかなと思うんですけど、まあ、素材感と、あとスタイリストさんが作られたっていうのであれば、もうちょっと外にね、なんかポケットが二重についてたり、そういうデザイン感もあるんですけど、プラスアルファのちょっと飾り的な、まあ、高見え的なデザインがもう一声あってもよかったんじゃないかなと私だったら思う感じでございます。もし自分がね、プロデュースすることとかそんなお話一生来ないですよ。たまにいただくんですよ。こんな雑誌付録のことでね、普段ガミガミ言うてるから、心さんのプロデュースのやつないんですかとか言って言っていただくこともたまーに、ごくたまーにあるんですけど、私がお出しするんやったらば、やっぱりこう、モリモリにするっていうのはもちろんなんですけど、この見た感じですね。まあだから外から見たところがもう真っ黒黒、何も飾りございませんっていうのでは、私はヨーダさんかなって、ちょっと思う感じでございますね。はい、続きまして、こちら、8月28日発売となっておりまして、ジャポニカ学習宇宙やね。クリアで押せるカスタム蛇腹ポーチブックということでございます。このジャポニカなんぼすんねん、3289円ちゃうか ?3795 円。ジャポニカ高いって。中がなんかちょっと変わった感じの作りな。なるほど。後ろ側がジャポニカ学習帳入れたら、デザインが変えれる感じそういう感じなんかな。なるほど。推しのね、写真を入れることもできるし、あ、いろいろカスタムできるよっていう感じのポーチでございますね。だからなんちゃってグッズみたいな感じで、ちょっとなんかプリントアウトしてさ、作ることも可能みたいな感じなんかな。外がちょっと窓になってるから。そういう意味では可愛らしいかなと思うねんけど、3700円はちょっとやっぱり高いかな。もう物価高騰についていけない気持ちが。はい、続きまして、こちら8月28日発売となっておりまして、千葉ロッテマリーンズ真空断熱タンブラーブックということでございます。もうこちらはもうガチガチにファングッズでございますね。3729円。これ2個入りとかじゃないよね。多分1個だよね。1個で3700円するタンブラーってめちゃめちゃ上等やと思うねんけど、昔ってさ、違う？なんかさ、ものによると思うんですけど、高いグラス屋さんとかあるじゃないですか、百貨店に入ってるみたいな。ああいうので、安めなんか、ピンキリやと思うねんけど、安めやったら5000円ぐらいから、割とさ、ガラスのグラスってあったと思うんですよね。まあ、5000円から、高いやつやったら3万とかさ、5万とかすんねんけど、バカラ系とかね。安かったら5000円ぐらいであったんじゃないか。もうそれは安すぎ。バカラとかやったら安すぎか。でもなんか私言ってんの大昔の記憶なんで、20年ぐらい前の記憶なんで、ぐらいやったらそのぐらいの値段であったような気もせんでもないんですけど、もう、バカなかな？はい、続きまして、こちら、8月29日発売となっておりまして、家トレのモチベが上がる、お腹引き締め腹筋トレーニングマシーンブックということでございます。ちょっと欲しいねんけど、これ、足持ってもらわんでいいやんか。腹筋しやすいのでちょっとええなって思ったりとかすんねんけど、3000円すんねんな。どうやろう？なんかさ、コーナンとかでさ、こういうグッズ売ってなかったりとかするかな。割と筋トレグッズ安かったりとかすんねんけどね、そういう。同じようなやつあったら欲しいねんけどな。あ、でもこれさ、下に吸盤なんや。にはなんかどっかにかませてみたいな、なんかこういうこうかませるやつがついてて、机とかさ、どっかの柱とかさ、ほんでやるんかなみたいな感じで思ってたんですけど、強力な吸盤をくっつけて、ほんでふんふんってやる感じなんやね。なるほど。それやったらまあ床の形状にもよると思うんですけど、畳とかやったらハクハクで無理でしょうからあれでしょうけど、まあでも使える環境ならいいんじゃないかなってちょっと思ったりとかしますけどね。フローリングの幅が広かったら大丈夫やねんって。うちフローリング割と幅広やから、まあ、使えるんかな。じゃあ、腹筋しようかな。腹引っ込めて。はい、続きましてこちら、8月29日発売となっておりまして、パックマンお部屋ライトブックということでございますね。うちの子がちっちゃい時にパックマンずっとやってましたけどね、そういえば3795円って割とお高いけども、ライトが光った時はさ、ちょっと黄色っぽくなるから、まあまああれやけども、白い時になんか分かれへんよ。なんか、あ、でも色すごい、色変するんや。9色に色を変えますよということでございますね。レインボーな感じ。レインボーになるんじゃないけど、いろんな色に変えれますよっていうボタンもついてたりとかするのかな。だからお部屋のライト、普通の白とかじゃなくって、いろんな色に変えたいよっていう方はいいんじゃないかなって思う感じでございます。お部屋ライトはまあ高いけどね、ちょっとお値段が。はい、続きましてこちら、8月29日発売となっておりまして、またしてもムックでございますね。旅上手なあの人に本当に使える愛用品、ヒッピス、ウォッシュバッグでございますね。なんぞやと。いや、なんぞやと。2310円なんや。でも、雑誌みたいな感じで、いろいろこう、アイデア品が載ってるよみたいな感じなんかな。で、そこにヒッピスウォッシュバッグっていうのが付録でついてくるんだね。これ雑誌扱いなんかな。じゃあムックじゃないのかな。シャカシャカ振って洗濯もできるし、中に水を入れて、なんかちょっと蛇口みたいなのついてるのかな。そこで手洗ったりとか足洗ったりとかそういうこともできるよっていうウォッシュバッグもついてるよということでございますね。だからこのバッグ自体はそんなに防水の感じのこうやって持てるバッグがついてるねんけども、本がまあメインみたいな感じなんかなってちょっと思ったりとかするんですけど、まあいろいろ読めていいんじゃなかろうかという感じのものとなっておりますね。なるほどな。旅上手なあの人の愛用品ね。旅に行かねえんだな。でもな、僕の場合ですけどね。ごめんなさいね。はい、続きましてこちら、8月30日発売となっておりまして、エクラ10月号。付録がですね、エスポートサック、集英社コラボ、大人の花柄ポーチということでございます。集英社さんコラボの一環でございますね。まあ、エスポートサックのポーチ、割と人気あったりとかするので、お好きな方いらっしゃると思うのでね、この2段ポーチっていうのが使いやすいという方がいらっしゃるねんけども、なんかちっちゃくなってるみたいな感じでね、コメント欄でいただいてたんですよ。私コメント欄全部読ませていただいてるんで、皆さんのね、お知恵も拝借したい時すごくたくさんあるのでね。今回発売されるのはマキヤ、バイラ、リ、そしてエクラでございますね。なんか前もね、いろいろこうレスポートサックさんとのコラボが何雑誌かでね、あったりとかしたので、ちょっとサイズ感ちっちゃくなってる感じなのかなとは思う感じでございます。はい、続きましてこちら、8月30日発売となっておりまして、PLAIN PEOPLE 小さな長財布ブックということでございます。長財布やのに小さなっていうことなんですけど、お値段3630円。そして、サイズ感が、ちょっと待ってね、どこに載ってるかな。500ml ペットボトルが横に入るバッグに無理なく入れられる大きさ。うん、まあ、そらそうやろうが。横幅がね、うわ、17センチしかない。だいたいね、長財布って20センチから21センチっていうのが一番多いサイズか、私の中ではね、かなーって、今までご紹介した中ではそんな感じだったりとかするんですけど、17センチって言ったら、かなりね、お札のサイズに近い感じではないかなと思います。でも、入れるのキチキチなん私あんまり好きやないんですけど、うん、ちょっと小さめやね。ほんで、なんか L 字に開く感じになっていて、キーリングもついているよ、ということでございますね。だから、ちょっとね、小銭入れに関しては、ガパッて開けたら若干斜める感じの作りになってるみたいやねんけど、お札入れるところが片っぽ開いてる感じなんや、L 字やから。だから、出し入れは逆にしやすいよっていうことなんかな。あ、でもなんか、ちょっとお札入れるの、キチキチも苦手やし、L 字でさ、片っぽ開いてるところにお札入れるっていうのもちょっと苦手っていう方もいらっしゃるかなと思うから、これはお好みがすごくあるんじゃないかなと思いますね。かなりのキチキチ具合。はい、続きましてこちら、8月30日発売となっておりまして、ミッフィーカフェ東京マスコットチャーム付きランチトートブックということでございますね。ミッフィーちゃんのムック本。お値段が3839円。バカ高えよ。バカ高え。まあ、そんなもんなんか。なんかトートバッグとチャームが付いてて3800円っていうことでございますね。もう、高い高い言った高いよな、あんまりな。もう、そこそこにしとく言うのな。はい、続きましてこちら、8月30日発売となっておりまして、サンマルクカフェ25周年記念真空断熱タンブラーブック、ホワイトバージョンとオレンジバージョンがございます。画像途中でくるくるしてると思うんですけども、お値段がですね、3278円。まあまあまあ、するんかな。このタンブラー型の真空断熱熱カップってね、すごくまあ使いやすいとは思うんですよ。言うてコーヒー飲む時とかもさ、普通の陶器のやつでもいいんですけど、真空断熱の方が絶対コーヒー長く温かく飲めたりとかするので、これからの季節にはまあいいんかなと思ったりとかはするんですけど、サンマルク好きの方はぜひという感じでございますね。はい、続きましてこちら8月30日発売となっておりまして、ヒステリックミニビッグバックブックということでございます。このね、ブランドさんがお好きな方はいいんじゃなかろうかという可愛さがこう凝縮した感じのバッグでございますね。割とね、薄手生地でできてる感じでございますね。折りたためる系やから、それで3800円はちょっと割高かなって思ったりとかもしますけどね、まあお好きな方はぜひという感じでございます。はい、8月までの雑誌付録とムックのご紹介してきましたけども、ここからはちょっとピックアップでおすすめのやつもあったりとかするのでね、そのあたりご紹介していこうかなと思います。気になるやつを先取りということで、スタート。9月はですね、何気に気になるやつが私多いです。なのでちょっとサクサクいきますけども、まずはこちら、スイート10月号、付録がですね、ポーランド城、ジプシー&ルネット、唐辛トートバッグ&コスメが入るポーチチャームということでございますね。ポルジョっていうだけでとりあえず可愛いでしょうという感じでございますけども、プラス総柄になっていて、猫ちゃん柄みたいなところがね、ポルジョさんらしくてとても可愛らしい感じかなと思います。素材感次第かなって思うところはあんねんけど、とりあえずポルジョやったらちょっと欲しくなっちゃう気持ちあるよね。はい、続きましてこちら、同じく9月12日発売となっておりまして、さっき言ってなかった9月12日発売でございますね。スイート10月号増刊版でございます。増刊版に関しましては、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、こちらもポルジョなわけですよ。ポール&ジョー、ボーテ、ショルダーポシェット&カードケースセットということでございます。これポーチとしても使えるしっていう感じやねんね。だからこう、ショルダーで使ったらさ、ちょっと可愛らしすぎるかみたいなところもあると思うので、ポーチとしても使えるし、コインケースみたいなやつもついてるし、みたいな感じでとっても可愛らしいよね。この総柄可愛すぎるよな。しかも付録っていうのが嬉しい。はい、続きましてこちら、9月13日発売となっておりまして、素敵なあの人11月号、付録がですね、クリスチャン・オリビエ・パリ、6つのスペースで使いやすい軽量ショルダーバッグということでございます。クリスチャン・オリビエさんはいつもムックでよく出ているブランドさんなんですけど、まさかの付録で出してきてくれたっていうところがすごく嬉しいところでございますね。1620円しちゃうんだけど、まあ、素材感がどんな感じか、まあ同じナイロン素材だと思うんだけど、ほんで、ムックのやつっていうのはね、縁がパイピングされてて割とビシってしたやつが今までは全部が全部じゃないけど割と多かったんですけども、この子に関しては割とふにゃふにゃっとしたバッグになるのではないかなとは思うんだけど、ただデザイン的にすごくね、もう単純に可愛らしい感じ、秋冬意識っていう感じの色合いだったりとかするので、お洋服にも合わせやすいデザインじゃないかなと私的には思うところでございます。はい、続きましてこちら9月28日発売となっておりまして、グロー11月号の付録がね、先にちょっと次月予告がね、ちょっと情報が出ましたので先にご紹介しますけども、バカ可愛くないですかこれ。何、ロベルタ・ディカメリーのスウェード調クラシカル上品ポーチということでございます。お値段がね、1590円するんだけど、ロベルタさんのさ、なんかバチバチこうデザイン感が可愛らしいポーチで、現行で売ってるね、バッグとちょっとお揃いな感じのデザイン感、ちょっとまあ若干違うんですけど、まあ、そういう感じにしているので、このガマグッチな感じにはなるんですけど、カバンの中入れててもさ、すごく高級感あって可愛らしいんじゃないかなと思うから、しかもこう秋冬っぽいでしょ、季節的にもなんかちょうどいい感じに仕上がってくれてたりとかするので、めっちゃ可愛くない？この、ベルトのデザインをさ、つけてくれてるとか、どういう作りか分からへんねんけど、多分合皮を表面にこう、ペッてこう、貼り付けてるか、ペラペラってなってる感じなんかな？分からへんけど、デザイン感がね、何せ超可愛らしい。こういう感じでさ、こう、ブランド力を全力で使ってくれてる感じの付録？なんていうかな、こう、外で持っていても、あ、ブランド品かなって思う感じの付録っていうのをもっとつけてほしいなと思います。ポップで可愛らしいのも、おもろいのもいいねんけど、こういう感じの大人っぽ付録もね、もっと増やしてほしいなと私の中では思う感じでございます。はい、お疲れ様でございました。ちょっとショートバージョンでございますけどもね、いかがだったでしょうかという感じでございます。9月割とね、いろいろ発売されるから私的には楽しみな回がね、多かったりとかするんですけど、しかも雑誌付録多いしね、私的には嬉しい限りでございますけどもね、皆様も気になったやつあったでしょうか？またあったらコメント欄で書いてくださったらなーって思うんですけども、コメント欄読ませていただいたらね、ゼクシー会の時に、なんかバンクシー、何回も言うけど、もうその、なんかこう、離婚のね、情報誌みたいなの、格付きっていうのは、2ヶ月に1回とか、3ヶ月に1回とかでもいいからさ、ワンチャンしてくれへんかなーっていう話をしてたんですけど、そしたら、ほんまそれそう思うみたいな感じのね、コメントすごくたくさんいただいて、いや、ほんまそうよな、もう知っとかなあかんこと死ぬほどあるんやから、なんか結婚やったらさ、別に後からでもって感じやけど、離婚やったら後からでもっていうわけにもいかんかったりとかするし、いろいろあるのでね、もうリクルートさん、ゼクシーの出版社やったらリクルートさんやね、多分ね、考えてくれへんかな。他の出版社さんでもいいけどさ、こんだけ需要あるぜ、今時。ちょっと私的には思った感じでございますけどもね、いつもコメントたくさん書いてくださってありがとうございます。すべてしっかりとね、目を通させていただいておりますので、1回読むだけじゃなくて2回3回読ませていただいているので、だからね、なんかこういうさ、動画、こう喋りの中とかでも、普段雑誌付録をご紹介してる中でも、ポン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 出てくると思うんですけど、コメント欄でもいただいたんですけどね、っていうワード私割と多いと思うんですけど、そんな感じでね、皆さんのご意見っていうのも動画の中で反映させていただいたりとかしてるとこすごくたくさんあったりとかするので、まあ全然ね、付録のこと関係なくてもいいので、日常のことでもいいので、またなんか書いてくださったら嬉しいなと思うところでございます。いつも言うてますけども。8月ね、本当はね、私やらないといけないことほんとすごいいっぱいあるんですよ。全然進んでないねんけど、どうしようなんか、本来の計画やったらここまでにこれをして、こうして、ああして、こうやったらいいなーみたいな感じで思ってたんですけど、あっちゅう間に8月過ぎまして、急にね、なんかちょっとプラスアルファで動いた方がいいよねみたいなことがあって、もうやばい。なんか、そんなね、なんかいっぱいいっぱいじゃないねん。別に普通にさ、ツイッターほんほんほんって見てたりさ、普通にさ、動画おーって見てたりさ、ぼーっとしてる時間が多すぎてやばい。なんかもうね、2日3日ねんでもいいから働いてほしい自分に。自分が2日3日、ぐわーって働いてくれたら全部終わるのにと思うねんけど、ついついさ、まあ家のこともしないとダメじゃないですか。まあちょっとトリマー洗濯しようとかさ、トリマーお風呂掃除しようとか、トリマーちょっと洗い物してとか、あ、じゃあもうご飯の時間やね、ご飯にしよっかとか、いろいろそんなね、日常のあれはこれやをやってるうちにですね、ちょっと眠たくなってきた。で、まいちゃんさっき寝るからって言って、はーって、すやすやーって、普通に寝とるからね、これね。寝るなとお前。よく寝とるしかも。いや、寝ていいねんよ。人間寝ないとね、うちのマミーはね、睡眠不足な状態をもう20年くらい続けとったんちゃう？それでもうちょっと早くにね、亡くなったっていうことがあったりとかするので、みんなほんと寝ないとダメだよ。そのうちのマミーの、あんた寝た方がええでっていうね、あれがあるんか、ご加護がね、いただいてるんか分からへんねんけど、もう僕、睡眠がね、もうほんと好きな人間三大欲求ってあるじゃないですか。もうダントツ睡眠欲。ほんまもうなんか笑けるぐらいさ、4時かよお前っていうぐらい寝んねんやんか。寝ちゃう。ほっといたらなんぼでも寝れんねんけど、まあだから朝起きますよ。起きてやるけどいろいろ。夜すぐね、眠たくなってきたってなんかもう、勘弁してほしいなってちょっと自分の中で思う感じでございますけどもね。昨日さ、なんか子供たちとね、全然関係ないんですけど、なんかちょっとひどいあだ名を付け合って遊ぶっていうことをしてたんですけど、ほんなら、言ってええかな、ごめんな、ねねごめんな。いや、ちゃうね、うちの上のお姉ちゃんがですね、調理実習の時に、なんか米を炊きましょうってなって、学校のね、調理実習で、ほんでなんか米を研いで、みたいな感じのことをするじゃないですか。で、米研ぐためにとりあえず米を入れましょうみたいな。あちゃは研いだ米。一応調理実習やからさ、なんかちゃんとした手順を踏むみたいな感じで、ザルみたいなんでちゃんと研いで、そんなん普段私お釜で普通に研ぎますけど、まあ、調理実習やから、ちゃんとなんかこうボールとなんかザルみたいなの使って米を研いで、それをお釜に入れましょうみたいな感じの流れやったらしいねやんか。で、それを間違ってそのお釜を取った炊飯器に直接米をザーって入れちゃって間違って、ほんでわーってなって、先生にすいませんすいませんって言って先生、うん、大丈夫、大丈夫言うて米出して、ほんで炊飯器をまさか炊飯器のその機械を洗うっていう、そういったことがね、なんか高1とかそういう時にあったんですけど、で、その時をもじって、うちの下の子ちゃんがですね、中2男子がですね、ひどいあだ名を付け合う会やったから、妖怪炊飯器洗いっていうあだ名をつけて、それでも、つぼってもで爆笑してもでさ、妖怪小豆洗いみたいなやつあるやんか、あれと文字って妖怪炊飯器洗いっていうあだ名をつけてやな、でもひどすぎるやろ言うて、うちの上の子ちゃんが言うてて、ほんでその中2の男の子と私のあだ名をどうするみたいな話になったんですけど、その姉だけひどいあだ名ついて、ひどいやろ言うて、お姉ちゃんが言うててね、ほんでお互い、あだ名どうするどうするみたいな感じで、ふんって考えてたんですけど、で、私ちょっと眠たくなってきちゃって、ちょっとママちゃんも眠くなってきたピス言うててんやんか、酒番バスピスみたいな感じのね、言い方をずっとしてたんですよ。なんか知らんけど、ちょっとハマってしまって、ちょっともう眠いピスとか、喉乾いたピスとか、ずっとピスピス言うとってんやんか。なんか、酒番アホピス言うて、私のことをね。でさ、それやったらさ、心アホピスでいいんちゃうんでって、私のあだ名、心アホピスになって、ひどくないひどくないもう、ひどいひどいって言うてたけど、いや、それはその前に私がずっとピス言うてたから、そこから来たんですけど、心アホピスになってんやんか、ひどいあだ名が。でも、その一番下の子のあだ名っていうのが、もうどんだけ考えても出てこんくって、もうチャット GPT に聞くわとか言って聞いてみてんけど、まあ、こんな感じでどうかなとか全然思んないねんやんか。いや全然思んないしあかんかなと思いながらありがとうって返してんけど、で上の子ちゃんとさ悔しいなー言うて、妖怪炊飯器洗いとさ酒番アホピスがさもう悔しい悔しい言うて結果寝てんけど、アホじゃないめちゃくちゃにアホじゃない。もううちどないなってんねやろな。なんか陽キャなんですよ下の子がね。やからなんかちょっとそういういじったあだ名をつけてもあそうやでみたいな感じでこう爽やかに見えてしまうよ。なんかこうだから上の子とクーって言っててんけど、まあそんな感じでアホな話をしてて、ね、もう一生もうお腹痛いお腹痛い言うて倒れ込んで笑っててんけど、まあうちの日常はそんな感じでございますよ。もう基本ねなんかなんやろな、まあお互いがまあアホなことを言って大体倒れ込んで笑うみたいな、もう泣くまで笑うみたいなことが毎日あるので、アホなこと言って笑わんかった時あんまりないかもしれへん。大体そんな感じだね。強めのネタを言っても炎上するよ炎上とかなんかいろいろ言いながらね、なんかそんな感じでアホなことを言って常に笑いやってるみたいな感じでございますけども、まあ夏もね終わらへんで、まだ終われへん。まあ、うちだから夏休みじゃないですか子供たちがね、あれやねんけど、ただ夏休みもねちょっと短縮されていて、来週ぐらいからもう学校なんかな。ただ高校の場合は割と休み長めなんですよ。もう高3やし勉強することが塾行ってる子とかもそうですけど、学校以外で割とがっつり勉強するっていう時間が必要っていう子たちも多かったりとかするから、割と休み多かったりとかすんねんけど、まあだから8月末がきっちりこう夏休みの終わりっていう感じじゃないねんね。どっちもなんかバラバラみたいな感じで今年はそういう感じではございますけども、ただ来週さ台風どうなんかな。まあ来るは来るんやろうけど、なんか進路がなんかブレブレじゃない、なんか割と九州の方まで行っちゃうのみたいな感じの進路やったり、今どうなってる。なんかこの前見た時とさ昨日見た時と進路全然違って、最近検索する時私 X になってますけどね、ウェザーニュースわー九州も行くな。やっぱり初めはなんか関西直撃コースやってよ、これまっすぐやってんけど、今九州の方に寄ってからこう本州を舐めていくよみたいな感じのコースに変わってたりとかして、で九州に着くのが着くっていうか九州がこう暴風域に入る、まあ四国がやばいんか。そうやな、26、27あたりからちょっとやばなってって、28日に四国がうわーってなって関西も舐めつつ日本海経路みたいな感じですね。ここまででかんやろな。だから日本横断しちゃうねんね。もう関西からこう四国からピューってこう横断しちゃう感じのルートになるっぽいでございますけども、27日が一番きついらしい、28日もまだ強いってなってて、29日はそんなでもないみたいな感じなんかな今の経路でいくと。これウェザーニュースさんのポストでございます。こんな感じの経路なんかな。テレビとかでもさずっと台風の話してたりとかすんのかな。やっぱりなんかテレビ見てない民からしたらさほんまなんかこの X が情報源みたいな感じになってくるよね。あーでもどうなんかな、どんな感じなんやろね。もうちょっと怖いでございますけどもね。ウェザーニュースさんがなんかツイートされてんねんけど、風が強まる前にチェック、家を守るための10ポイントということでございます。テレビアンテナ今立ててらっしゃる方ねあんまりいらっしゃらないかもしれないけど、あと雨戸やシャッターのない窓、割れたガラスのこう飛び散ったりとかするの防止のためにカーテンを閉めたり窓にフィルムを貼ったりとかした方がいいですよということでございます。あと物干し竿、庭の木でございますね。木がなんかこうベーって折れちゃったりとか飛んできたりとかしたら危ないよということでございますね。あと植木鉢は家の中に入れておきましょう。あと屋根の瓦やトタンめくれたり壊れていないかちょっと今の間にチェックしておきましょう。そして雨どい、枯れ葉や砂が詰まっていないか、これね割と枯れ葉ねボーって詰まってたりとかするから今の間にお掃除してちょっとでもねこう水が流れやすいようにしておきましょう。あと雨戸やシャッターちゃんと閉まるか点検補修をしておきましょう。あとプロパンガスのね機械というかあれを外に置いてらっしゃる方は固定しっかりされているかどうか再度チェックしておきましょうということでございます。あと窓でございますね。ひび割れやガタつきがないか確認しておきましょう。ひび割れがある場合はね段ボール貼り付けたりとかそこにテープ貼り付けたりとかフィルム貼ったりとかそれ以上ひどくなってパーンってこう割れないように気をつけましょうみたいな感じでございますね。そうね、台風どんな感じなんやろうな。意外とそうでもなかったよねって言いたいけどね、どうやろうね。こればっかりは来てみないと分かんなかったりとかするから、まあでもどっちにしろなんかちょっと電車がねワンチャン止まったりだとかそういうことも多くあるかもしれないから、26日から一応26、7が一番ひどいんかな。あと28日ぐらいまでっていうのはまあ関西とか九州とかだと思うんですけど、特に四国ですねしっかり気をつけていただけたらなと思う感じでございます。台風の間ってさ、ちょっとね、ワンチャン会社行かれへんとか学校行かれへんとかなった場合ね、テレビ見て過ごすっていうこともあるとは思うんだけど、私よかったらね、そのあたり動画割とポポポって出すと思うので、よろしければそちらでお会いできたらなって思うところでございます。ニュースは気にしながらね、あんまり割とね、そういう台風怖いよっていう方もね、多くいらっしゃったりとかするので、ちょっとでもね、こうリラックス、あんまりいいってならないようにね、こんな動画も活用していただけたらちょっと嬉しいなと思うところでございます。しっかり備えて、あんまり被害が出なかったらいいよね。今日はこのあたりでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。